はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の図形シリーズ第21弾をお送りします。で、今ね、映ってる問題3問やっていきますので、一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。じゃあちょっとね、画面下げますのでお待ちください。行くよ。よし、じゃあちょっと画面下げながらなんですが、今回ですね、一個先に謝ることというか、動画のタイトル多分前編でついてると思うんですが、今ですね、一回こう動画を撮ってたんですよ。で、1番の解説が終わったところで、やべって思ってビデオを止めました。なんでかっていうと、1番の証明終わった時点でもう20分くらいかかってて、あ、これやばいと。多分3番もかなりボリュームがあるんですよ。なので全部説明したら30分超えになっちゃうので、今回は分けます。この動画では1番の証明のみの解説で、次の後編で2番3番といく形を取らせてください。ちょっと申し訳ないんですが、ご容赦ください。では、まず1番の方がね、解説やっていきましょう。で、条件としては、AB より AD の方が長い長方形、つまりまあ横がね、長い長方形ですよってだけなので、まあ図を見てわかるから、まあ問題ないと。で、あとは AB と AP が同じ、つまりこことここの長さが同じですよ。で、角 APQ が90度はね、まあ、角の90度マーク書いてあるんで、まあ問題ありませんと。じゃあこの状態で三角形 APQ、ここですね、 APQ と CDQ、ここの三角形が合同であることを証明したいと。で、まあ合同なのでアイテムが3つ、まあつまり同じものね、等しいってものが3つ必要です。合同条件が使えるようなもの。じゃあそれを探していくんですが、まあ、ちょっとややこしいね、 APQ だから対応するとこ書いちゃいましょうか。 APQ、CDQ の順番なので APQ、まあ Q 同じだからね、書いておくと、まあ、対応するのは分かりやすいですね。で、まず、まあ、過程でね、わざわざこれを書いてくれてるので、これは使っていきたいと。で、AP と AB が一緒。で、AP がここに入ってるんで、こいつと AP 対応するのは CD ですよね。あ、そこ同じじゃないかなっていう考えていくと、これ同じになります。なぜかっていうと、AB、外ね、こっちと CD は長方形なんで同じです、長さが。当然ね、外は同じだという。対辺はね。ってことは、こいつが間に入ることによって、ここが同じ。ここが同じ。つまり、ここは同じですよね。こいつが間に入れば。これでアイテム1個ゲット。で、次は、ここ90度です。ここ、長方形なんで、当然90度です。つまり、90度と90度だから、これも角度が一緒で2個目のアイテムゲットです。問題は3つ目なんです。で、この三角形は直角三角形なので、直角三角形の合同条件。斜辺と他の一辺とか使ってもいいし、普通に三角形の合同条件、どっち使っても構いません。で、もちろん、ここの AQ ね。ここ。AQ と CQ か。これが同じが言えれば斜辺なので、斜辺と他の一辺同じだからね。使えるんですけど、ちょっとそこは厳しいんですよ。で、自分が攻めたのはここです。PQ と、DQ か。ここが同じ。っていうのを導いて、二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいという合同条件で倒しました。この問題はね。で、問題がそこなんですけど、いきなりピンポイントでいけないんですよ。ここ。他の辺の同じとかさ、長さ書いてないからね。辺の長さが出てない問題って大体角度で攻めるんですけど、角度も攻めきれなくって。で、結構ここで、やりました。で、結局、この丸の部分を同じっていうために、ここの角度が同じっていうのを持ってったんです。さっきも言ったように、辺の長さが全然出てない場合は、辺で勝負しにくいんです。今はここが同じだったからね。だから1個アイテムゲットできましたけど、基本的には角度で攻めます。で、角度で攻めて、ここの罰が同じっていう。これが言えることによって、三角形 PDQ、この細長いやつね。こいつが、ここ角度一緒だと、二等辺三角形なんだよね。二等辺三角形って言えたから、だからここが同じだと。二等辺だから。っていう風に持ってきました。じゃあその×なんで一緒なのってとこなんですけど、最初のここ、AP と AB 一緒なんで、ここの三角形が二等辺なんですよ。でね、ちょっとこう三角使いましょうか。ここの角度同じです。二等辺だから、三角三角。で、同じで、今、この×、角じゃあ DPQ って書こうか。あとで消しちゃいますね。あ、まあ、この動画は消さなくていいのか。
左下のバツです。まあ、いいか。バツです。この左下のね。DPQ の方は、今、ここの角度、直線の上って全部で180度ですよね。で、180度あるんですけど、今90度ここで使ってます。ってことは残り、こういう感じで90使っちゃったから、残り90なんですよ。残りって何かっていうと、バツと三角を合わせると90なんですね。つまり言い換えると、90度から三角、ここね。三角を引けば×が残りますと。左下のね。って表すことができるじゃないですか。で、もう一個。今、ここさ、平行ですよね。長方形だから。AB と CD は平行になってると。つまり、ここの三角と、ここの角度、CDB か。ここが錯覚なんです。平行線の錯覚。よく Z って俺言いますけど、まあ、横なっちゃってるけどね。Z 書いた、その尖った部分、ここ同じなんで錯覚になってる。ってことは、右上の×、じゃあ各 PDQ で書きましょうか。PDQ。右上の×ね。この×も、90度から三角を引いたものって書けるじゃないですか。90から三角引いてるからね。ってことは、同じ90から三角引いてるものって書けたので、この二つ一緒ですよね。左下の×と右上の×は同じでしたよねって。じゃあ二等辺ですよね。じゃあ辺の長さ一緒ですよね。はい、三つ目のアイテムゲットっていう。結構しんどいんです、この証明問題。三つ目のアイテムゲットがね、なかなか聞くけど、まあ、苦しいというか、うん、難しい方に入る。で、まあ、長々話しましたけど、まあ、それをじゃ書いていきましょう。で、まず証明なので宣言します。APQ。まあ、問題文に書いてあるからね、その二つ。APQ と三角形 CDQ に置いて、で、間違ってもこう合同マーク書いちゃダメですよ。この合同マーク書いたら×だからね。そう、確実に×食らうから。じゃあこの二つについてやっていきますと宣言しました。まず簡単なのからいきましょう。ここから。で、本当は整理されてまとめて書いてもいいんですけど、ここはちょっと一個一個丁寧に書かせてください。まず過程より AP と AB が一緒です。問題文に書いてあったんで過程よりで OK。で、もう一個は長方形ですね。外。長方形で同じなので、長方形より AB とそっちが CD か。が同じですと。で、この二つ。ね、ここが同じで、ここが同じって言えたから、よって、AP と CD が同じ。一個目のアイテムですね。こことここが同じですって一個目のアイテムゲットできました。じゃあ二個目いきましょう。次はまあ簡単な角度からですね。まずこう90度は過程に書いてあったので、過程より、角、APQ イコール90度。ここね。APQ。90度ですよって。で、右上は、あそこは長方形。だから90度ってわかるので、長方形より角、CDQ。で、APQ だからいいんだね。APQ だから CDQ だね。ここも90度ですって。同じ90度。だから、よって角、APQ イコール角 CDQ と。で、今回は2組の辺とその間の角なので、普通に三角形の合同条件を使います。もし、今回これが直角三角形の合同条件、斜辺と他の一辺とかでやりたい場合は、必ずここイコール90度書いてください。まあ、書いててもいいんですけど、今回90度関係ないんで別に書かずに2番、アイテム2個目ですね。やっと書いておきましょう。はい。で、最後、めんどくさいやつですね。まあ、一個一個書きましょうか。まず、ここが二等辺だから、三角同じだよね、からいきます。三角形、ABP は、で、証明っていうのは、その、採点者、丸付けする人によって、かなりこう、細かさが変わるんですよ。正直、俺、ここまで丁寧に書かなくてもいいかなって部分も出てくるんです。こことかもそうなんだけど。でもね、減点されたらもったいないんでね、ちょっと丁寧に書きます、今回は。ABP 二等辺三角形なんで、角 ABP イコール、左下の三角ね。ここと APB、右の三角が同じですと。APB が同じですよと。
で、先にも錯覚であっちも同じを書いちゃいましょうか。で、錯覚よりここ、書く。A、B、B。ここの三角とあっちの三角。C、D、P、B でいいか。書く、C、D、P も同じになりますよと。っていうことで、まあ、こいつが間に入ることによって、この三角とこの三角も同じになりますと。よって、書く、APB か。APB イコールあっち、角 CDP も、この三角とこの三角が同じになりましたと終わりました。右行こうか。一番だけだからね、今回はね。で、で、次にここですね、角、QPD、この左下の、あ、DPQ でいいか。左下のバツですね。で、角、DPQ、ここ、イコール、90度から、この三角、三角とは書けないので、角、APB を引いたものですよねって、この三角が。で、あっちの三角は、あっちの×は、角、PDQ。さっきこの説明したやつだね。こいつも、90度からここの三角を引いてるので、90度引く角、CDP か。となってますと。いや、CDP だもんね。オッケーオッケー。大丈夫だよね。オッケー。で、今、両方とも、この×も、この×も同じ。90から、この三角 APB と CDP が一緒っていうのがここで言えてるので、よって、三角形 PQD でいいか。この細長い三角形ね、こいつ。こいつは、その二等辺三角形ですよ、と。三角形。だから、辺の長さ、PQ イコール、PQ、PQ? 待て待て、おかしいおかしい。PQ、俺テンパってるな。PQ と、あ、いいんか。合ってる。PQ と DQ だわ。PQ イコール、DQ。これが三つ目のアイテムね。となりました。そうすることによって、二組の辺とその間の角が、よっで、二組の辺とその間の角が、インクがやばい、それぞれ等しいので、最初に宣言した三角形、三角形 APQ、合同マークの三角形 CDQ と、これで終了となります。はい、ということで、もうだいぶめんどくさい、この証明めんどくさいんですけど、あの三つ目のアイテムのゲットの仕方は結構大事なことが詰まっていて、二等辺三角形でちょっと底角一緒ですよとか、三角形と平行線の錯覚で持ってきますよっていうのと、やっぱりよく使うその角度、ある一定の、今回90度でしたけど、90度一定の角度から同じものを引いてますよね、だから一緒ですよねって、このパターン、これは非常に使う、あと、アイテムのゲットの仕方なので、ぜひぜひ、ちょっとね、苦手な子なんかはもうこの量だけでも嫌になるかもしんないんですけど、方針だけでも、あ、そういう流れで持ってってるんだねっていう方針だけでもいいので、ぜひぜひ、覚えておいてもらえたら嬉しいです。はい、という感じでね、ちょっと、初めてね、ちょっと区切ってしまって申し訳ないんですが、2番、3番は次の動画で、解説していきますので、よかったらそちらを見てみてください。では、今回はまず1番だけだったんですが、ここで終了とさせていただきます。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。